吉田さん、ガリレオとかね、フォーチュンとかマトリックスアフィリエイト、私ね、一生これはね、言い続けるっていうよりも使い続けますよね。こういう風に言い続ける、使い続けるっていうのがね、私はね、あのマトリックスアフィリエイトぐらいにしか恨みがないんですけども、フォーチュンビジネスとか何ガリレオとかね、様々ありましたけども、あれでしまった、やられたっていう人はね、やっぱりそれをずっとね、あの根に持つっていうか、バネにしないといけないですよね。絶対取り戻してやるぞと。もうこういう風な人を凌駕するために、自分は誠実なビジネスを成立させて、要するにその情報業界ってインチキばっかりなわけですよ。だからインチキばっかりだから、あの正直な人とか誠実な人っていうのはものすごく希少価値を持って求められてると思うんですよね。でしかも長続きするじゃないですか、そういう人の方が。だからそういうやつになってやるぜってならないといけないのに、結局はみんながインチキしてるから、まあ俺もインチキしちゃれっていう人は本当にね、多いんじゃないかなと思いますし、あのあやふやなものをね、商品にして責任取れないみたいな人もいる。でとんずらこいちゃうとか、あとは自信がないから低価格っていう風になっちゃったりとかね。で結局サポートだけたくさんあって儲からねえよみたいな、そういう風なね、堂々巡りしちゃうと思うんですよ。あのきちんとね、自分が、あの100万なら100万って値段をつけるんだったら、100万円分の働きをすればいいわけですよね。いや、もっと言ったら200万300万働けると思ったら、100万なんて相対的に安くなるわけですから、やればいいと思うんですよ。でもね、やっぱりね、サポートも続かないしね、なんかこう薄っぺらいっていうかね、中身が、だからどこに厚みを持たせるかっていうと、どのぐらいやり込んできたかってことだと思いますし、どのぐらいできるんだっていうのは自分の先見ですよね。だってやっぱこう動画をね、1000本2000本ポンポンポンって撮ってくると、じゃあ動画100本ぐらいのシリーズ作ろうかなと思ったら、これは簡単でしょうがないですよね。でその簡単なものがほとんどの人できないから、動画100本シリーズが100万円ですって言ったら、おおすごいですね、 100本も動画あるんだったら、これはね、内容が濃いなっていうふうに感じさせることができると。なぜならほとんどの人は100本のシリーズとかで販売ができないからですよ。でそうなってくると、もう1000本とか2000本とか無限みたいに生まれてくるね、そういうコンテンツが、まあ、30万100万200万だったら、どうしようもなく安いってことになっちゃうんですよね。もちろんその動画の内容がスカスカだったらダメなんですけどね。ただやっぱりそこに無料コンテンツってのがあって、無料コンテンツでもこういう風な密度だったら、有料コンテンツはきちんとね、で無料だったらね、無料がこのレベルでやってくれるんだったら、有料ももっと期待できるかなっていう風になってくれば、それは購入後の不満っていうのは極端に減ると思うんですよね。だからやっぱこうやり込むことしかないのかなと思いますし、逆にやり込まずに何かことをなす人っていうのはどんだけ天才なんだって話ですよね。でそういう天才はめったに生まれませんし、そういう意味で私はね、自分のことはあんまりこう天才だと思ってないんですよ。ただやっぱりね、なんていうのかな、目的のために やり込むってことはまあできるかなと思うんですよ。で、どうしても手に入れたいその目標とか目的っていうのは、まあ叶えなかったことがないですよね、これは。だからこれからも、あ、これ自分のものになるかなと思ったら、もうすでにそれは手に入った状態からスタートするってことなんで、もうさらにモチベーション次第ですよね。だから考えてみたら、その今ね、何かが欲しいと思って買おうかなと思ったら、今日できるわけなんですよ、もうすでに。でそれはね、あの一棟建てのマンションが欲しいとか無人島が欲しいって話はできないですよ。でそもそも欲しいと思ってないんです、そんなの。でも今で言うと、ちょっとね、街で見かけた、あの車結構かっこいいなと思ったやつは全部その日に決済できるんですよね。だから逆に今日じゃなくてもいいかって思いですよね、それは。多分吉田さんもそんなとこじゃないかなと思いますよ。BMW ね、もう持ってるじゃないですか。でも別にもう1台あともう2台買おうと思っても無理じゃないと思うんですよ。それはやれるでしょ。やれるけども別にやらないですよ、それは。ある程度未来に目標を残しておいて、今大切なことをきっちり打ち込むとか、今やることの方がすぐに物を手に入れるよりもパフォーマンスが良くなるっていうふうな計算できるからやるんじゃないかなと思いますし、まあそこまで深く考えてないかな。私はそんなに深く考えてないですけどね。深く考えてなくて後付けすると、まあね、別に今日じゃなくてもいいじゃんみたいなところありますね。まあ少々値段が上がっても買えるやんみたいなね。ある際4、今ね、検索するとね、黒いやつが1300万ぐらい出てるんですよね、買っちゃおうかなんかに。でも2000万に上がっても、あ、別に買えるなと思うんですよね。でも買えるなと思うけども、ある際にそこまで欲しいかって言ったら別にそこまで思わないんで、まあそうですね、なんかね、まあまあ買えるぞみたいなところですかね。でも買えるけど欲しくないなみたいなところがあります、それは。でそれだったらね、 Z の方がいいかなと思いますよね。 Z32 の方が、まあ1年2年
乗ってみたいなぐらいの気持ちがしますね。まあそんなとこですかね、うん、やり込むとまあこれからもやれるんじゃないかなって自信にもなるしね、まあやりましょうっていうねタイトルそのままでございます。いってらっしゃい。